ゴットフリートラインホルトトレフィラヌス。ゴットフリートラインホルトトレフィラヌスは、ドイツの動物学者。チャールズ・ダーウィンの進化論に先立って、種の突然変異論を発表した。この理論は1802年のビリーラギー。オーダー大フィロソフィーであレイベンドンナチア第一巻で提案されたが、同年にジャンバティストラ・ラマルクも同様の意見を述べている。ブレーメン出身。ゲッティンゲンで医学を研究し、 1796年に医学博士号を取得した。その翌年、ブレーメンで医学と数学の教職につき、1816年にスウェーデン王立科学アカデミーの通信会員に選出された。弟に植物学者のルドルフ・クリスチャン・トレフィラヌスがいる。ジート・レバーは植物の学名で命名者を示す場合に、ゴットフリート・ラインホルト・トレフィラヌスを示すのに使われる。 ありがとうございます。